この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。近くにきっと見つかる関西ウッドディーラーズ、安心信頼のサポートで憧れのハーレーライフが始まる。ハーレーダビッドソン関西ウッドディーラーズ。秋の気配が漂い始めた9月下旬、今年も続々と集まるライダーたち。その目的地は兵庫県辰野市揖保川河川敷千鳥ヶ浜で開催された第3回赤とんぼバイカーズミーティング。今年で3回目を迎えたこのイベントは1泊2日のキャンプミーティングということもあり、バイク好きはもちろん家族連れやアウトドアファンもたくさん参加。会場内には大人から子どもまで楽しめるフードコーナーや雑貨、バイクといったさまざまなブースが出展し、来場者を出迎えた。我らが関西グッドディーラーズ広畑日産自動車のブースには2014年モデルも登場。トライク専門店ガレージボスブースには迫力のトライクも展示。楽しさあふれる赤とんぼバイカーズミーティングの実行委員長山本さんにお話を伺った。3年前に、自立まちづくりいう行政の指導がありまして、町おこしということで、我々この辰野市に全国から来ていただけるようなバイカーズミーティングを立ち上げました。初回から、遠方省なりして、いろんな秋田とか今日はまあ沖縄の方とかたくさんの方が来られまして、地場産業、企画産業、それから揖保乃糸、それから東間の醤油、その地場産業で名が売れてきたというか、そういう役に立ってきております、はい。今もまあキッズダンスといって、まあ、幼稚園から大人の方まで全員が楽しめる楽しいバイクライフができるような、それとまたバイクにマナーと秩序を守っていただけるような楽しいキャンプミーティングをこれからももっともっと続けていきたいと思います、はい。実行委員会と辰野市が手を取り合い、地域の活性化を目的として始まった赤とんぼバイカーズミーティングは3年目を迎え、地域の人々と全国から訪れるライダーが触れ合う楽しいキャンプミーティングとして成長している。楽しい時間はあっという間に過ぎてゆき、辺りはすっかり夕暮れに。しかしここからがキャンプミーティングの醍醐味となる時間。やっぱり久々に会う友達とはこうやっていっぱい飲むのがいいんでしょ、ね、楽しいからやっぱバーベキューやろ、つぶづけホルモン、バーベキューにライブ、初めて来てどうですか。いや見てないです。え初めて来て、楽しいです。お酒でしょ。やっぱり飲めるとこ。飲んで寝れる。あそうそうそう。とまあ理由はそれぞれだが、これがキャンプミーティングの魅力。素敵な仲間と一緒にご飯とお酒を楽しむのだ。そしてステージではライブが行われ、番組のエンディング曲を歌うともちんも新曲を披露。
さらにクールスライブでテンションも最高潮。会場は熱気に包まれた。大いに盛り上がった赤トンボバイカーズミーティング。笑顔に包まれるイベントが開催できるのは地域の皆さんの協力があってこそ。来年も赤トンボミーティングでみんな盛り上がろう。やば、使わない、やばい、よいしょ、着いた着いた。中川さんいますか？はいはい、ここにいます。ナンバから電車で15分、八重の里ドライビングスクール。あなたの近くにきっと見つかる関西ウッドディーラーズ。安心信頼のサポートで憧れのハーレーライフが始まる。ハーレーダビッドソン関西グッドディーラー。古いバイクもバイクもバイクさてだったかみて買い取ります。動かないバイクも乗らないバイクもバイクさてだったかみて買い取ります。今すぐアクセス。今年もハーレーダビッドソン2014年モデルがついに解禁。ニューモデルはツーリングファミリーにおける新提案。人気のハードキャンディカスタム、さらにファットボブのニュースタイリングに注目が集まった。ロー&ロングの流れるようなスタイルでセンセーショナルに登場し話題をさらったソフテイルブレイクアウト FXSB。 ハードキャンディカスタムモデルCVO も含め2014年もラインアップ。50年から60年代のドラッグバイクをイメージ。チョップドリアフェンダー 240mm のワイドタイヤがスタイルをより一層強調する。一直線に伸びるドラッグハンドルバー、21インチのフロントホイールとおよそ37度のレイク角でロングスタイルを強調している。ハーレーがオーナーに与えてくれる恍惚感をより多く提供する2014年のツーリングモデルは技術革新プロジェクトラッシュモアによって大きく進化を遂げた。このモデルはファクトリーカスタムでハーレーらしさを増すCVO ロードキング FLHR SE6。 余裕のパワーを発揮するスクリーミングイーグルエアクールドツインカム110を搭載。ダークなボディに脱着可能なスモークウィンドシールド、ミラークロームアジテーターカスタムホイール、ワンタッチで開閉が可能なサドルバッグを装備するホットロッドバガースタイル。なんともキングらしい風格が漂う。受け継がれるグランドツアラーの血統ロードキング。一つ一つ手作業で磨き上げられた重厚なエンブレム。タック&ロールシートが個性を強調し、パッセンジャーシートは着脱が可能。内部的に劇的な改良が施され、伝統とテクノロジーが混ざり合い、時空を超えたパフォーマンスを発揮する。
他を圧倒する存在感。ツーリングファミリーの最高峰ウルトラリミテッド FLHTK-TC、 新開発ツインクールドハイアウトプットツインカム103エンジンを搭載、大画面カラータッチディスプレイ、ブームボックス 6.5GT オーディオシステム、人間工学を追求したシート、メータースイッチ類を採用、新たにベントシステムを追加し、走行時の頭部への風圧を軽減している。滑らかなエアロフォルムでありながら容量をアップしたサドルバッグ、ツアーパックも大幅にデザインを変更し収容能力をアップ、さらに使いやすく頑丈になった。全てはグランドツーリングを楽しむために、ライダーからフィードバックされた熱い思いの結晶。ツーリングモデルに込められたラッシュモアがハーレーの楽しさを引き上げてくれる。ツーリングファミリーのルック、サウンド、フィール、すべてを向上させるためのプロジェクト、ラッシュモア。110年を超えるハーレー・ダビッドソンのテクノロジーとライダーたちの思いが融合する技術革新によって、歴史に刻まれる進化を遂げたツーリングファミリー。その変貌をぜひ一度体感してほしい。スポーツモデルからツーリングモデルまで幅広くラインナップされた2014年モデルの詳しい情報は、お近くの関西グッドディーラーズ各店までお問い合わせください。オートバイのことならファーストマイルグループ、買取修理カスタム何でもお任せください。詳しくはファーストマイルグループのホームページをご覧ください。ハーレーダビッドソン関西グッドディーラーズ、あなたもハーレーに乗って憧れのバイクライフを手に入れよう。詳しくはお近くの関西グッドディーラーズ各店まで。今回のチームは、バイクショップの、ストラットさん、マフラーメーカーのリアライズさんのコラボチームになります。新型マフラーで今回新しく投入し、勝つために作られたレーシングマフラーです。レースで上位を目指したいライダーの方はリアライズのレーシングマフラーをぜひ装着してください。よろしくお願いします。Hey!